測定方法って勉強したことはありますか？本読んだり誰かに教えてもらったり。ケンマヤ TV。 こんにちは、 ANA 好きケンマヤアナです。僕も過去に本読んだり教えてもらったりして勉強したことあるんですけども、やっぱり一人で検索するようになってからお客さんとの誤差が生じて迷惑かけてしまったりしたことがあります。まあ、そんな時はやっぱり結構へこんでます。この検索業に携わってだいたい15年ぐらいになるんですけども、一番初めは初心者で東大阪のゲージメーカーに就職しました。その前は自動車メーカーで車を作ってたんですけども、やっぱり全然精密測定機器メーカーなので、もう製造業でも全然違う現場だったんですね。で、最初の頃は全く分からずに職人さんに検索の仕方とか測定方法をいろいろ教えてもらったりしました。で、その後に自分で加工したり測定できるようになりました。ゲージメーカーではノギスマイクロメーターって補助の測定機器で、僕がよく使っていたのは測聴器っていうブルクゲージを使って、それをマスターにしてワークと比較測定するっていう測聴器とか、あと3次元測定器をよく使っていたので、その後のポカミスがないようにノギスとかマイクロメーターを使ってました。その測聴器、3次元測定器、どちらの測定機器も測定圧っていうものがだいたい一定なので、同じワークを繰り返し測ってもそんなに測定誤差っていうのがなかったです。特に3次元測定器はツワイスっていうメーカーですね、っていう3次元測定器を使っていたので、こうなんていうんですか、ゲームみたいな、このスティックみたいなやつピーピーってこう測定子を動かして、その測定子をワークに当てるだけで測定できる、すごく簡単で便利な3次元測定器を使わせていただいていました。でも独立してからはさすがに測聴器とか3次元測定器変えれる予算はないです。なので測定器はノギスとマイクロメーターを主に使うようになりました。やっぱりそこで一番初めに悩んだのが測定誤差。検索なので仕上げ寸法の精度がかなり厳しくて、 0.001mm、0.002mm の寸法外れが命取りです。温度もそうですが、僕がすごく悩んだのが測定圧。例えばマイクロのラチェット、これですね、これのこのカリカリってなるところですね。このラチェットのこのカリカリを何回回せばいいのかとか、それともラチェットを使わずにシンブル、ここの持ち手の部分ですね、を使って自分の手の感覚を頼って測定するのか、どれが正解か分からず本を読んだりもしました。本を読んで実際測定してみると、やっぱりちょっと違って違和感があったりとかして、ずっとこう悩んでました。で、まあいろいろずっとやっぱり悩んでたんで、ネットでいろいろ調べてみたら、測定機器メーカーさんの三津豊さんにたどり着きました。三津豊さんのホームページで見て発見したのが三津豊計測学院っていう学院です。この三津豊計測学院では測定技術、測定管理のスキルアップのための講座をいろいろ解説してるみたいです。これはもう僕にとってはすごく目から鱗で、もうほんまに知らんかって発見できてよかったなと思います。また技能検定、測定の技能検定ですね、測定の技能検定の1級から3級の受験対策っていうのもやってるみたいで、この技能検定の受験対策はすごく人気があるカリキュラムらしいので、もうすぐ予約が埋まってしまうみたいです。三津豊学院が開校されているのは本社の川崎、大阪がメインです。あとその他に全国8カ所の三津豊さんで開講されてるみたいなので、ホームページで確認してみてください。そこで僕が受けた講座はノギスとマイクロメーターの取り扱いの基礎っていう講座、1日コースですね、を受けました。受講料は3800円、税込み。朝から夕方までやるので、お昼ご飯が必要になるのですが、お昼ご飯は三津代さんが出してくれます。お弁当付きです。なかなかこのお弁当付きに惹かれたっていうところもあるんですけども、まあ正直1日でノギスとマイクロメーターの取り扱いの基礎が学べるんやったら学んでみたいと思い、すぐ申し込みました。
僕は大阪なので会場は大阪の咲島っていうインテックス大阪ですね、なんかの見本市とか展示会があるところですね。インテックス大阪の近くにある三津豊大阪営業所に行ってきました。まあ、会場はちょっと撮影禁止だったので撮影はしていませんが、午前中はノギスの各名称とか測定方法とか、実際にワークがあるので実際にそれを測ってみたりとかもします。お昼はこんな感じで豪華なお弁当がついててめちゃくちゃ美味しかったです。でお昼休みを挟んで午後からはマイクロメーターの取り扱いの基礎ですね。15年も、まあ、検索業に携わっているので大体のことは分かったんですけども、やっぱりやってて基本は大事やなと思いました。もう本当知らないことがたくさんあって、とにかく清掃ですね、マイクロメーターとかノギスの測定機器は掃除がすごく大事だなということが、まあ、当たり前のことなんですけども、それを痛感しました。まあ、僕も実際そうなんですけども、実際検索加工中に測定したりとかもするので、検索液でベタベタになったりとかするマイクロメーターでそのまま測ったりとかもしてます。で検索液なので、まあそんなに錆びないだろうと思いながらそのまま収納してしまったりとかもしてました。まあ、測定機器って基本的にステンレスで作られているのですが、でもステンレスだからといって錆びないわけではなくて、錆びにくいだけであって、例えば他の鉄の錆をもらってもらい錆っていうことになってちょっと錆びちゃったりとかもするので、こう使った後は必ず清掃するっていうのがすごく大事なところです。また検索液、切削液が付着したままマイクロメーターを保管しておくと、スピンドル部分がネチャネチャになったりとかして、測定面、アンビル部分も切削液、検索液が付着すると1000分の1ミリ、1000分の2ミリの誤差が生じるみたいです。まあ多分これ基本的なことだと思うんですけどね。なのでマイクロメーター、ノギスとかの測定機器はまず清掃が一番大事だなっていうのがすごく思いました。各部の名称を取り扱い、まあもちろん清掃もそうですけども、一連のことを教わった後は実際に測定もします。実際にその測定するワークを渡されて測定するのですが、その測定ワークには寸法が書かれていません。実際自分が測った寸法をノートに書いて、その後に発表されます。このワークの寸法は実際この寸法ですよっていうのが発表されるんですね。まさかそんな作業があると思えんかってドキドキしました。ただまあ実際アナログのノギスは 0.05mm、 100分の5ミリですね。デジタルのノギスは100分の1ミリなので、まあほぼ誤差なしでした。アナログのマイクロもなんかこうメモリの見方によっては 0.001 ミリまで見れるらしいので、まあ、その測定の見方も教えてもらったりとかもしたので、アナログのマイクロもデジタルのマイクロメーターも誤差は 0.001 ミリから 0.002 ミリで、まあ、三津豊の講師の方にもほぼ基礎範囲内で大丈夫だねって言われてすごく褒められて、まあ、ちょっと自信持てたかなと思います。まあ、検索に携わって、まあ、大体15年になるんですけども、やっぱり測定方法自分なりにいろいろ本とか職人さんに教えてもらったりとかして、いろいろ自分では、測定方法を勉強してきたつもりだったんですけども、やっぱりこうやって測定機器メーカーさんに正しい測定方法を教えてもらうことはすごく自分にとって自信につながったのかなと思います。このノギスとマイクロメーターの取扱基礎っていう講座が終わった最後にこのように修了書ももらえます。なので、まあ、この修了書もらったので工場に飾っとこうかなと思います。また工場に遊びに来られた方はぜひ見てみてください。まあ、その他いろんな測定に関する講座を三津豊さんは随時開催しているみたいなので、詳しいことはぜひ三津豊さんのホームページ確認してみてください。三津豊さんのホームページは概要欄に載せていますのでぜひ確認してみてくださいね。今回ノギスとマイクロメーターの取扱基礎という講座は、まあ、1日でしたが本当に濃い内容の1日だなと思いました。受講料3万円でしたが、まあ、そんなに3万円もうめちゃくちゃコスパのいい3万円かなと思います。自分のスキルアップ、自分の自信につながると思いますのでぜひ受けてみてください。ありがとうございました。